おはようございます。釣り子 TV です。こういう感じでね、ロットがいっぱいあるんですけども、中にはね、ちょっと不具合が出ていたり、直さなきゃな、みたいな、そんなロットが結構ね、あったりして、そこでですね、今日は、じゃじゃーん！ティファのね、グランドスラムっていう竿なんですけど、何かこの形、ねえ、見覚えありませんか？そう、ノリーズの全身のロットって言っていいんですかね。こう、デザインとかすごい似てるでしょ？ここら辺のね、特徴的なフロントグリップとか、あとは、まあこのリールシートであるとか、でね、今はもう変わっちゃったと思うんですけど、ゴールドサーメットが搭載されていたり、何よりも目を引くのはこの、とんでもないカラーリング。ね、もうなんだろうこれ、ペンキをぶちまけたようなね、独特な竿がティップの方までこう施されていてっていうね、こういう竿を実は持っているんですけども、これね、実は中古でジャンクコーナーに置いてあるのを見つけて、ティップがですね、ガイドがついていなかったり、グリップ周りに不具合があったりっていうことで、非常にね、安く買うことができたんですね。で、何があれかっていうと、まあ、ティップ部分なんですけども、この先端のガイドが折れちゃってまして、そんでなくなっちゃってたんですね。それで、このガイドを探して、もうこれ取り付けたんですけども、これは随分前に取り付けて、これで使えるかなと思ったんですが、このね、なかなか今はないね、大きなサイズのゴールドサーメットリングのトップガイド、これを見つけるってのが非常に直した時でも苦労したかな。直したのもね、結構前になるんですが、まあまあこれで竿としては使えるなぁなんて思ったんですけども、それともう一つ、なんかカタカタなんですよね、この後ろの方がカタカタなって、これはね、ちょっと不快でね、使えないなぁと思って、それで、ロッド作りなんかも得意な、フープの原さんに相談してですね、どうしたらいいですかなんて言ったら、まあ、エポキシで接着しているんだったら、お湯につけて、抜いちゃえば、まあ、その先、どうにかなるかな、っていうことで、アドバイスに従ってですね、ちょっと100度ぐらいに沸かしたお湯にね、これをつけて、しばらくの時間つけてギューってやったらね、なんと取ることができました。じゃあね、もうこれ実はもう取れるようになってるんですけど、見ていきたいと思いますが、これね、はい、はいね、これすごいっすよね。ああ、グランドスラムのバットの中ってこうなってるんだっていうね。ですね、まあ、こんな感じで。エンドバランサーがあるんで、取ってみると、はい。こういう感じでね、筒の中が見ることができるんですけども、後ろはね、こう、硬い、こう、カーボンのパップが来ていて、まあ、これが、この、鉄心にぶつかってカタ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 なるんだなぁなんていうのを見ながら、あーどうなってんだって見たら、実はですね、ここのところでこのカーボンのブランクだと思うんですけど、これが折れちゃってるんですよね。折れちゃってて、で中にこの薄いハイパロンがついているんですが、これももうボロボロで中で砕け散ってしまっていて、その先にはこのカーボンの先がビヨーンって伸びてる。だからこっちは硬いんだけど、中でこう折れてバット部分が、症状としては踏んづけたり何かとんでもない力が加わって、このグリップのところがパキッて折れて、で接着剤が剥離して、でこのベースにあるどこまで入ってるのか、ここら辺まで入ってるのかもしれないんですけども、この金属の芯にそのカーボンがぶつかって、そんでカタカタなるんだなっていうね、こういうのがなんとなく見えてきたんですね。またちょっとつけてみると、こういう感じ。これカタカタなってね、嫌だなと思って、こ
こをどうにかしようと思って、いくつかですね、部品を注文してみました。まずね、佐川でこれ届いたのから開けていきますが、来た。石黒で買いました。はい。こういう感じ。スーパーハイブリッドアーバー。ね、アーバーという部品です。この竿作りで使うんですけど、こういった部材を取り寄せて、それとですね、こっちが、もう一個ね、頼んだものがあるんですけども。はい。まあ、ロッド修理とかね、ちょっとしたルアー修理にはおなじみ、ボンドの E セット90ね、90分で降下開始するよっていうことで、このガイドを取り付けたり、いろいろ使ったりっていうね、これのちょっと小さいサイズもあるんですけども、まあ、いろいろ使うんじゃないかなということで、これはね、大きめのサイズね。この2つを混ぜると、硬化するよっていうね、こういう接着剤なんですけども、計画としてはですね、これつけちゃったんでまた外すと、この周りをお掃除して、それでこのアーバーですね、これをつけてですね、中のハイパロンがちょっともうダメになっちゃってるんで、ここを少し綺麗に削り出して、アーバーを取り付けて、でアーバーを取り付けたら、まあそれにちょっとタコ糸とかこの内径が少し違うので、これにもう少しだけなんだろう、P ラインとかタコ糸を巻きつけて、それでこの中にセットして、っていうのもこのハイパロンがないと、ここがゴムでできてるんで、こう握った時にすごいグニュってなっちゃうんですね。このグニュってなるのを、このアーバーを入れることによって、ガタつきを、まずこっち側のガタつきをなくす。で、そして、この後ろの方はこの折れちゃってるこのカーボンのね、ここでやっぱ折れてますね、こういう感じで、カーボンの先があるんで、それとこの金属がぶつかってガタガタなるので、ここもそのタコ糸とか太めの PE ラインで、ギチギチに巻き上げてですね、それでこのボンドですね、これを入れて、ズニューっとこう入れていき、そして硬化させるっていう、こういう工程を考えております。で、まあちょっと今日はですね、もういくつかですねパーツが足りないので、この動画で完成まではいかないんですが、計画としてはですね、こんなことやるよっていうことで、まあこういう、あとは、伝説の竿を知ってますっていうねことでね、これ実は、変えたんですよ。メイドイン USA なんて書いてあってね、かっこいいんですけども、ほんとね、なんだろう、釣り始めた頃に釣り具屋さんに並んでいて、憧れの竿だったんですけど、当時ね、この竿ね、10万円ぐらいしてて、とてもじゃないけど、そのガキンチョが買えるっていう感じの竿じゃなかったんですね。で、まあいつかは買いたいなと思って、何してもこの今でもね、こんなデザインのやつあったら、一本ね、買いたいよなーってね、そんな竿なんですけども、今回はですね、まあこれをこういう感じで修理していくよーっていうね、発表の動画になります。まあここら辺の中のこの、なんか残っちゃってる変な接着剤みたいなのとかを、綺麗に除去してね、で、完成した暁にはこれで魚釣ったぜみたいなね、動画も作っていくので、そこら辺でね、事後の、報告になると思うんですけども、あの竿こうなりましたみたいな感じで、紹介していきたいと思います。はい。だいぶね、道具は揃ってきたので、ここからいよいよ、作戦スタートかな。というわけで、簡単ではありますが、本日の動画はですね、この伝説の竿を、直し始めるぜ、楽しみに待っててね、動画でした。はい、釣り子 TV でした。